韓国人にはモラルというものがないのか？韓国人歌手の主張を有名な映画監督が論破しました。数々のヒット曲を持ち、プロデューサーとしても活躍する韓国人歌手のレイン。韓国だけでなく、アジア全域やアメリカ、日本などでも人気が高く、 K-POP 界のパイオニア的な存在です。韓国では彼の名前を知らない人はいないと言っても過言ではありません。そんなレインは俳優としても活動しています。2009年にはハリウッド映画の監督であるジェームズ・マクティーグの作品「忍者アサシン」に主演として大抜擢。アメリカで開かれた映画授賞式に登場したレインはインタビューで、忍者は韓国から生まれたものだと耳を疑うような発言をします。しかしこの発言にいち早く反応し、完膚なきまでに彼を論破したのは、世界中でその名を轟かす超大物映画監督。監督はレインに対し何を語ったのでしょうか。今回は忍者が韓国発祥だと発言した韓国人歌手レインを、ある超大物映画監督が論破したエピソードと、それに対する海外の反応を合わせてご紹介します。ぜひ最後までお楽しみください。K-POP 界のレジェンド、レイン。レインは韓国を中心に世界中で活動している歌手です。1998年にボーイズグループとしてデビューするも、今一つ人気に火がつかず、すぐに解散に追い込まれました。レインはあどけない顔立ちと鍛え上げられた肉体美を持っており、モムちゃんアイドルというあだ名がつくほど。その上抜群の歌唱力を誇り、グループのセンターとして活躍するはずの存在だったのです。まさかの事態にレイン自身も気落ちしていた時、ソロのシンガーとしてデビューしないかと持ちかけてきたのは、現在の韓国四大芸能事務所を牽引する JYP のプロデューサー JY パークでした。当時貧困にあえいでいたレインは、糖尿病の母に十分な治療を受けさせることができず、母を亡くすという悲劇を経験していました。彼は迷うことなくソロアーティストとしての道を選択。JYP の厳しいレッスンを耐え抜き、2002年に満を持してソロデビューすると、瞬く間に人気に火がついたのです。その年の K-POP 受賞式では、新人賞だけでなく大賞も総なめにし、一躍時の人となりました。歌唱力だけでなく演技も光るレインは、すぐに俳優としても花開きます。歌手として活動するときはレイン、そして俳優として活動するときは本名のチョン・ジフンとして、ドラマや映画、 CM、 そして音楽と多方面に活躍しました。2008年に公開された映画スピードレーサーでハリウッドデビューを果たした彼は、続けて忍者アサシンにも出演。こちらはなんと主演というから驚きです。この忍者アサシンは、あのマトリックスやスターウォーズにも参加した映画監督ジェームズ・マクティーグ監督の作品です。レインは忍者の暗殺者という役どころで、2010年にアメリカのロサンゼルスで開催された MTV ムービーアワード2010のビゲストバッドアススターを受賞。この賞は映画やテレビで最も印象的で強烈なキャラクターを演じた俳優に贈られる賞です。レインは韓国人俳優として初めてこの賞を受賞しました。ロサンゼルスで行われた授賞式に参加したレインは、作品に対する思いをインタビューで語りました。スピードレーサーと忍者アサシン、2つのハリウッド作品に連続して出演した喜びを語ったレイン。実はこの2作品はいずれも日本と非常に関係が深い作品なのです。このことについて聞かれると、レインは韓国人としてのプライドをいかに撮影でアピールしたかを語りました。その中で彼の発言に現地に居合わせた日本人記者が眉を潜めたのです。日本人と一緒にするな、レインの嫌日ぶり。レインはハリウッド作品に2作連続で出演したことについて、こんなことを語っています。私はもともと俳優としてアメリカからも注目されていた。スピードレーサーに出演する前にも助演として何度もオファーがあった。しかし私は例えるならば、マイナーリーグの主力ではなくメジャーリーグの主力争いをする存在になりたい。そんな時にスピードレーサーのオーディションの話が舞い込んだ。監督も大物じゃないかと思い、一生懸命取り組んだ。そしたら忍者アサシンの主役に抜擢されたのだ。私は撮影中過酷な環境の中でも休まず撮影に挑み続け、韓国人が粘りと忍耐に秀でていることを証明した。レインは初めての海外映画でも有名な監督の映画を選んで出演したというのです。
海外の俳優や監督に韓国の魅力を発信するのにも一生懸命だったといいます。またスピードレーサーの原作は日本の人気アニメマッハ555です。映画の中にはアニメと同じ効果音を取り入れるなど原作に忠実に作られていることでも知られています。レインが演じる予定だったのは日本人のレーサーです。当然オーディションでもそのことはレイン本人も知っていたはず。しかしいざキャスティングになると、俺は韓国人なのに日本人を演じるのはおかしい、俺の役の国籍を日本から韓国に変更してほしいと監督に直談判したのです。さらにハングルの方が日本語よりもかっこいいと訴え、スタッフたちにハングルを書いて猛アピール。日本のアニメを忠実に再現したかった監督でしたが、レインのあまりの熱意に負け、テジョトゴカーンという名前の役に変更することに。しかもレインは韓国を誇示するために衣装のレーシングスーツやヘルメットにもハングルを入れさせたといいます。しかし映画の中ではテジョトゴカーンの妹の名前はなぜか日本語のハルコという名前のまま。これはレインがキャスティングを無理やり変更させたことを物語っています。さらに続く忍者アサシンについてもレインはおかしなことを言い出しました。7歳の頃から忍者の漫画を見て、小さい頃から忍者に親しんでいたと語ったレイン。インタビュアーが、忍者は日本の文化ですが韓国にも忍者はいるんですかと質問すると、彼は、はい、韓国にも忍者はいます、しかし日本の忍者とは大きく異なっていますと答えたのです。さらにレインが演じる忍者の雷蔵について、通りで拾われた孤児で日本人ではない、国際的なアジア孤児のようなものだと謎の回答をしたのです。彼の徹底的な日本嫌悪の姿勢を感じた現地の日本人記者は眉を潜めて彼を見つめていました。レインはそんなことはお構いなしで続けます。忍者は韓国が起源です。朝鮮半島から日本の伊賀に渡った韓国人が忍者となって住み着きました。服部家はもともと韓国人がルーツなんです。その証拠に韓国の時代劇には忍者が登場するんですよ。ヨーロッパでは忍者は日本の文化ではなく東洋武術の一つだと考えられています。レインは、日本の忍者は韓国がルーツである、だからこそ韓国人の自分が主役として抜擢されたのだと意気揚々と語りました。反日感情をむき出しにするレイン。実はレインは反日として有名なんだそう。2006年にリリースした彼4枚目のシングル I'm Coming のミュージックビデオは日本のファンの間でも物議を醸しました。燃え盛る廃墟をバックに激しいダンスを披露するレイン。しかしその廃墟をよく見ると、日本人なら誰もが知っているある有名な建物に見えるのです。円柱の屋根だけがドーム型のこの建物、屋根は剥がれ落ち骨組みだけが残っています。建物のすぐ上を戦闘機のような飛行機が飛び、周囲には迷彩服を着た兵士や何か苦しみながらさまよう人々の姿も。レイン自身も迷彩服を着ています。これはどう見ても原爆投下後の広島の様子なのです。偶然の一致にしても、原爆ドームのような特徴的な建物がたまたま同じだったとは言い難いですよね。曲の途中でレインがジャンプをする振り付けの時には大爆発が起こり、周囲のものが爆風で吹き飛ぶという描写も。まるで原爆投下直後の爆風のような、日本人にとっては目を覆いたくなる光景です。彼の反日と思われる行動は他にもあります。あるテレビ番組でレインは、ムクゲの花が咲きましたという小説が愛読書だと語りました。これは韓国の有名な小説で、1年で300万部も売り上げるという驚異的な記録を持つベストセラーです。この作品はいわゆる反日本と言われていて、韓国と北朝鮮が手を結び日本に核兵器を撃ち込むという描写があります。さらに韓国軍は日本に上陸し、人々から土地や食物を奪いました。晩作尽きた日本は韓国と北朝鮮に降伏するというフィクションにしてもかなり攻撃的な内容です。しかも降伏した日本が韓国側に約束したことは、竹島の領有権主張を放棄することや、韓国が長崎県の対馬を植民地にすること。なんともリアルな感じがしませんか。この小説は映画化されるほどの反響もあり、日本でも翻訳されて出版されています。この本が愛読書であるとわざわざメディアに発信したレイン。
先ほどのミュージックビデオといい、日本で活動しているにもかかわらず反日感情をむき出しにしているのです。超大物映画監督からレインへの苦言。そんなレインに苦言を呈した人物がいます。それは彼が出演した映画忍者アサシンでメガホンを取ったジェームズ・マクティーグ監督が師と仰ぐ世界の名監督ジョージ・ルーカス監督です。まだジェームズ監督がディレクターだった頃、スターウォーズシリーズに参加していました。彼が映画監督として学びを得たジョージ監督は大の親日家としても有名です。スターウォーズを見たことがない人でも誰もが知っている有名なキャラクターといえば悪の化身ダース・ベイダー。実はこのダース・ベイダーのモデルになっているのは戦国武将の伊達政宗なのです。またコミカルな動きで人気のロボット C3PO と R2D2 も日本の影響を受けて生まれたキャラクターです。ジョージ監督は日本の巨匠黒澤明監督の作品を愛してやまなかったといいます。そんな彼は黒澤監督の隠し砦での三悪人という映画に登場する太平と又七をモデルにこの2体を作ったんだそう。顔を合わせれば喧嘩ばかりのトラブルメーカーですが、なぜか憎めない太平と又七は C3PO と R2D2 の関係そのものです。さらに主人公ルークの師匠であるオビワン・ケノービは黒澤映画には欠かせない名優三船敏郎さんがモデルになっているんだとか。主人公たちが戦いの場面で手にするライトセイバーも侍の刀のような姿をしています。このライトセイバーを持って戦うシーンは日本の時代劇の盾がモデル。ジョージ監督はこのライトセイバーの持ち方一つに対しても必ず両手で持つというこだわりを見せ、侍の刀さばきを再現しました。監督の作品作りにも黒澤監督のこだわりがそのまま散りばめられています。徹底的にリアリティを追求した黒澤監督のように、ジョージ監督もリアルな世界観にこだわっていました。スターウォーズ一つをとってもこれほどまでに日本へのリスペクトを感じるジョージ監督。彼がレインの発言に待ったをかけたのです。そんなに日本が嫌ならなぜ日本人役を引き受けたんだ。口を開けば日本よりも韓国が優れているとか、韓国が日本の被害者だとか、そんなことは世界中の誰も興味がない。韓国人にはモラルというものがないのか。ジョージ監督はこう言い放ち、レインの発言を含む韓国の主張を完膚なきまでに論破したのでした。忍者なんていない、レインの勘違いが露呈。彼は忍者というものに子供の頃から親しんだというが、忍者が何か本当に知っているのか。そもそも忍者という言葉は昭和30年代に日本の小説で使われ始めたんだ。しかも彼らの正体は誰にも知られてはいけない。普段は百姓や商人として身を隠し、将軍の命を受けた時だけ役目を果たすんだ。そういう人たちがいたことを書き記すために忍びという言葉を使っただけだよ。彼が俗に漫画やアニメで描かれる忍者のことを本当に忍者だと思っているのなら、それは知識がないんだろうね。僕たちが知っている忍者というのはフィクションに決まってるだろう。そんなことも知らないでよく恥ずかしくなく言えるもんだ。ジョージ監督はレインの発言に対し呆れたように笑い飛ばしました。それにはとどまらず、ジョージ監督は韓国人の日本に対する発言にも苦言を呈したのです。なぜ韓国はここまで反日になるのか。それは日本よりも上だというプライドだけで何も持っていないからだよ。柔道、茶道、華道、歌舞伎や相撲、何でも自分たちがルーツだと言い張っている。ソメイヨシノもチェジュ島に自生していたものだと言っていたが、そんなはずはない。だってソメイヨシノは人工的に作られているから自生するわけがないんだよ。それに韓国は日本の軍国主義を忌み嫌っているじゃないか。それなのにラストサムライがヒットして日本刀やサムライが世界でブームになると、武士や刀は韓国がルーツだとか言い出した。よくこんなにも堂々と国際社会に嘘ばかりつけるもんだよ。この発言はアメリカの有名なモーニングショーで大々的に取り上げられました。そしてこの内容が世界中に発信されたのです。すると有名な司会者が、日本はもっと世界に対して日本の文化を発信した方がいいよ。嘘つきっていうのは嘘をついているうちにそれが真実だって思い込み始めるんだ。そして嘘が通ると癖になってしまうんだよ。韓国には嘘が恥ずかしいっていう概念がないのかもしれないね。
とユーモアたっぷりに締めくくり、スタジオからは笑いが起こりました。海外の反応。この話題について海外のネットユーザーから多くのコメントが届いていますので、その一部をご紹介します。日本文化は本当に独特で、世界のどこを探しても見つからないものばかりよ。作り物や模倣はすぐにバレる。それくらい日本の文化は完成度が高いし、他の国には真似できないほどのクオリティなのよ。忍者の起源は韓国だと言いたくなるほど、彼は日本の忍者に憧れていたんだね。日本の文化にも憧れが強いから、つい自分たちがルーツだって言いたくなるのかな。日本はアニメや漫画も海外から人気が高いよね。作画の技術だけじゃなくて、ストーリーが面白すぎるんだよ。同じように絵を描くことができても、こんなに面白いストーリーを考えられる外国人はいないんじゃないか。レインの言うことはちょっと違うと思うけど、昔の日本人が韓国にしたことは事実じゃない？きっとそのせいで多くの韓国人が日本を恨んでいるんでしょうね。韓国人が被害者ぶっていると言うけれど、被害者であることは本当よ。僕は日本に何のゆかりもないけれど、日本には言葉では表せない魅力がある。文化や風習が日常に深く根付いていて、日本でしか味わえない雰囲気だ。これは他の国から伝えられたものではないと僕は断言できるよ。いかがでしたか？多くの人が日本文化の魅力について日本固有のものだと認識しているようですね。そんな素晴らしい文化がある日本だからこそ、もっと世界に発信していく必要があるのかもしれません。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴いただきありがとうございました。